皆さんおはつございます。青木誠です、ゴールデンライブステージ今夜は暑い夏の夜に爽やかな音楽をアコースティックギターのアールクルー2度目の来日ステージをお届けいたしましょう。7月1日東京中野サンプラザホールで収録いたしました、早速軽快なキャプテンカリブが流れておりますね。今夜は好調だぞ、さてこの日の中野サンプラザホール、さすが今をときめくアールクルーとあって超満員でした。思い出してみるとアールクルーとこの番組はただならぬ関係にあるんですね、というのは、彼が初来日した1978年、この番組の公開録音に出てもらいました。ところも同じサンプラザホール、渡辺和美さん、高中正義さん、そしてこのアールクルーと、当時の若手ギタリスト3人でトライアングルスペースという一大セッションをやったんですね。で、2人のエレクトリックギタリストを相手に颯爽とアコースティックギターをかき鳴らした彼の姿を僕はよく覚えておりますけれども、今再びさらに一段と大きくなっての登場です。でメンバーをご紹介いたしましょう。キーボードがミッキー・ロックモアとダリル・ディブカ、フーキーボードですね。ドラムスがジーン・ダンラップ、ベースが UB ・クロフォード。この2人はアルクルーとは高校時代からの演奏仲間だそうです。そしてエレクトリックギターがペリー・ヒューズ、これがなかなかご機嫌。そしてアコースティックギターがアルクルーというわけです、パート1の曲目をご紹介いたしましょう。まずはじめにドクター・マクンバ、ここでアルクルー自身のメンバー紹介がありまして、続いてプリティ・ワールド、ダンス・ウィズ・ミーと聞いてまいります。アルクルーです。
Thank you.
like to introduce all the members of the band for you. We have on keyboards over here Mr. Mickey Rockmore. Perry Hughes is on electric guitar. Gene Dunlap is on drums. Hubie Crawford is on bass. And Daryl Dipka is on keyboards. Thank you.
Thank you very much. ギターを手にしたのは10歳の時です。その後チェット・アトキンスに惚れ込んで大研究をいたしました。16歳になってユーゼフ・ラティーフのグループに加わりまして、もうすでにプロのデビューということになるわけですね。翌年ジョージ・ベンソンと出会い、1年余りベンソンのグループで仕事をいたしました。次にチック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーのメンバーとなり、ここを辞めた時にアメリカのジャズレーベル、有名なブルーノートへ売り込みに行ったんですね。デモテープを作って持ち込みました。これが副社長のジョージ・バトラーの耳に留まり、ブルーノートと契約したのが1975年12月のことです。その後今をときめく名プロデューサーデイブ・グルーシン、まあ、この人は渡辺貞夫さんのプロデューサーでもありますね。この人と名ミキサーラリー・ローゼン、つまりグルーシン・ローゼンプロダクションで3枚のアルバムが作られました。特に3枚目のフィンガーペインティングで、まあ、彼の人気が一挙に爆発したわけです。でその後もブッカー・ティ・ジョーンズ、デビッド・マシューズ、ボブ・ジェームスなどと組んで発表したアルバムが大変好調で、最新作のレイト・ナイト・ギターではスタンダード・ジャズを聴かせてくれております。まあ、いろいろなタイプの人との出会いの中から彼のいろんな音楽を聴くことができるわけですね。大変フレキシブルで幅広い人だと思います。さてパート2をご紹介いたしましょう。パート2ではまずメンバーのエレクトリックギターペリー・ヒューズをフューチャーしてペリーズ・テューンです。ここではペリー・ヒューズとアール・クルーとベースの UB ・クロフォードのトリオ演奏が聴けます。続いてカリアコースティックレディパート1パート2、それからアンコールナンバーで、これはアール・クルーのソロナンバーです。 The Shadow of Your Smile と聞いてまいりましょう。アール・クルーです。Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you all. Thank you very much.